今週のライブの友へ横浜市の香谷秀明君です。英語の A に行くって感じ、イングリッシュゴー。なんだよ2月14日はバレンタインデーでしたが、ルー大島さんが欲しかったのはギリチョコじゃなくてギリ服です。バカじゃないの、ギリ服ね、いいね、ギリ服ね、あのカタログだけ送ると、まあ、ルーもね、今度うち来るに出ますんで、あ、そうです、見ていただいて、ね、面白いですよね、さあ、あとルーの話ちょっとまたね、そうですね、後ほどしたいと思いますけど、はいはいはい、もう多分皆さん喜んでいただける、ホットな情報がありますんで、行きたいと思いますよね、小竹で叩いて小坂井和樹です。こんばんは、関根勤です。お待ちの間です。叩いてというわけでね、皆さん元気でしょうかね。皆さん元気ですか。本当に記録始まって以来の雪のない、東京のはずなんですけども、それからとワカサギ釣りのさ、湖のそばは春名湖もう、回転休業ですよ。始まってあ、なんかみんな乗れて初めてだって。あ、そんなこと凍らなかったの、一回凍ったんだけど、待ったね、やっぱり凍るべきところは凍ってほしいよね。ほんでさ、これゴアさんのさ、すごい話に、はいはい、あれ下かで、ね、下かで見てもらってさ、前に、前に、はい、今話題になってるじゃん、でも本も出てるからさ、本もまたアマゾンで買ってるんですよ。もう改めてじっくり読むとさ、あの二酸化炭素だけじゃないって人がいっぱいいるんだけど、まあまあね、現実的に、1900年の頭には、氷しかなかったのが、湖なんだよ、山があってね、恐ろしいよね。どうしたらいいんだろうね、これね。止まんないのかな。もうどうにも止まんないんですか、リンダさん。もうどうにも止まんない。ジン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 。徳田さん、徳田さん曲書いて。それではスタードッキリ丸日モノマネ大会。今日は IKKO さんがリンダさんのモノマネです。じゃん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 。もうどうにも止まんない。私にいじめられたの。あの、すみません。昔スカート落ちちゃってますけど。やだ。覚えられない、歌詞が覚えられない。それはラビだって昔音楽の時間いじめられたから全部それ、まあ、作りました、すみません。リスナーの皆さんから意味ね歌100選、リクエスト受け付けておりますが、今日もリクエストが来ております、今日はですね、これ名前いいんですね、あ、我孫子の帝王のりおさんです。おクスノーファミリーの皆さん、こんばんは。あ、この間クスノーと食事してました。お、元気でした。元気でしたよ。いつもは脱がなかったですけどね。いろんな話して、いろんな格闘技の話とか映画の話とか、やっぱあいつ勉強してる。いろんなもの見て、やっぱり、で、あの、一緒に行った料理は美味しいんで、美味しい、美味しいって言ってくれましたけどね。あの、3時間で目が合ったのに3回ぐらいだったから。いやいや、楽しかったですよ。格闘技だ、一人っきり、ね、格闘技なんで、森と森和也ね、ああいうレスリングでしょ、それからヤス、柔道で、2人ともトレーニングしてるんで、4人で飯食いながら格闘技の話と、で、みんなと目が合ったどうなんだろうね。俺横にいたからね、クスノ、だから目が合わなかった。クスノ君、いい香りがしたの。え、いい香りした、いい香りしたね。あの、クスノスメルがした。スメルってのは悪い匂いなんだよ。でもクスノやっぱりなかなかかっこいい、いい音ですよ、あいつは。いいやつだった。そうだった。あの、有川とか立川の話を振ったら、振ったりしたの。振らなかったな、それ。あ、そう、振ればよかったの。そうだな。だ、どういう返事したんだろうね。そう、そうだ、そうだ。じゃあ、おいしく食べてて。じゃあ、拝見してよ。そのお前だろ、これ。おいしいっすね。最近有川とか立川とか連絡してんの。いや、してないです。味どう。まずいっす。まずい。今回私がおすすめする曲は新ネタで倉田哲夫さんの仮面ライダーブラックです。倉田さんのライダーキック以上に破壊力あふれる歌声もさることながら、その意味不明な歌詞もすごすぎます。しかもうっかりこの歌を作ってしまったのが宇崎竜童、秋葉陽子夫妻であるということが見逃せません。天才の二人が夫婦揃ってヒゲの生え具合が悪かったのでしょう。バカじゃない、ヒゲは違うじゃない。でも仮面ライダーブラックっていうのはね、すごいスピーディーな面白い作品でした。時々見てました。僕ちょっと昔よりリアルなんだよね、今ね、ちょっと弱かったりね、人間っぽくなってするんですけど、さあ今回は、この我孫子市の帝王のりおさんからのリクエスト、新ネタとして倉田哲夫さんで仮面ライダーブラック。すごいね、倉田哲夫さん。倉田哲夫さん、あれですね、
歌い方はソウルフルですよね。仮面ライダーブラックって聞こえた？聞こえない。なんかケーッみたいな聞こえたよね。仮面ライダーブラックなんですよ。はい、へえ、ソウルフルですよね、うん、時を超えろ空を駆けろ、気持ちで歌ってますよね、うん、そうだよね、何笑ってるんですか。いや、気持ちで歌ってる、気持ちで歌って大事なことです。そうですよ、はい、仮面ライダーブラックいい曲だな。87年から88年の10月までですね。そうそう、僕それ1年です。その期間ね、たまたまね、何回か見たんですよ。1050年背のね、手足が長い人ですよ確か、うん、キリッとした人でしたよ、うん、あのこの、ね、あのでね、 すっごいスピーディーだったの研修が。パパーパパ演出も、もう30分しかないから、で、うん、まあ賞味で言うと23分ぐらいだからさ、うん、もうあのダラ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 さ、キングコングがさの島に行くまでの女優のこととかやってられないわけよ。ああ、また毒が入る。あそこ1時間かかるんだからあの島行くまで。そうなんだよ ね、だからあんな、そんなことやってられないんだから23分しかないから。ああ、だからもうシャ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 って言って、キングコングはね向こう行ったから面白かった確かに。ああ、それ楠野とも話したんだけど、島行ってからね。そう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 、うん、リスナーの皆さんからの意味ね歌100選リクエストまだまだ募集しています。懐かしい小崎ソングから新しい曲までどうぞどんどんご応募くださいませ。小崎でうおー、大変だ、黒船が来たぞー。ジェリーです、おやおけきに合わせてください。おい、もう一匹黒船が来たぞー。黒い海パンの宇津井健です。水泳帽をしてる方が頭です。おしゃべり上手だな。久々にね、あのラビーとね、一緒に感激しまして、エネルギーの森君とね、はい、まあ、感激って言っても秀樹感激じゃないですよ。明治座の、明治座大将の公演、コント55号40年プラスワンね、二郎さんと来ました、新ちゃん、それと、僕たちの時は橋野由美ちゃんと風見慎吾君の会を見に行きましてね、ダブルキャストなんですよ。もう一つは田中美佐子さんと山口良一くんのカップルなんですけどね。で、まあ、慎吾ちゃんにもね、会ってこう、はい、頑張って行きたかったもんあるんで、その日選んで行ったんですけど、森と僕と、あの、なるもいたね。あ、なるもね。最初のなるもいて。森口が出てるんですよ。それで、関根さんと見に行ったんですけど、はい、とにかくね、まずね、あの、楽屋に行こうと。で、楽屋行った時の大将の、やっぱり面白いね。普通じゃないの。どうせ、大将、大将、どうもって言ったら、なんだよ、入れよ、つって。あのさ、あの、お前んとこのさ、あの、若いの、あの、ほら、二人組、ほら、つって、髪をこうさ、両側をさ、なんかこんな擦るのよ。あ、キャインですか？そうだよ、そうだよ、そうだよ。うど。あまならいいんだけどさ、な？あの、大将、どうも大将ってさ、あの、テレビ局で会った時にさ、あの、うどに言っとけよ。な？萩本さんおはようございますって言え、つって。どうも大将なんて言うと、あいつと俺がさ、関わりが深いみたいだからさ、そう思われたら嫌だから、言っとけよ、天野はいいんだけど、つったら、あいつに直接言ったんだから、あいつ、すんねえ、すんねえ、へんへん、つったら、あいつさ、鼻垂れた三平さんみたいな感じでさ、真に受けねえんだよ。だからお前から言っといて。じゃあ、ルーもですか？当たり前だよ、ルーお芝だって当たり前なんだよ。もっと嫌だよ、俺。持ってのほかだよ、あいつは。新幹線でさ、天野がさ、あ、大将ってさ、あ、今相方連れてきましたから、嫌だって言ったんだよ、人が見てる前で、お前、仲良く見られたら嫌だよ。友達になる気も何もないんだ、俺。そうそう。だから俺がいるのは、いや、黙っとけって。で、俺たちからも言えって。うどに本当だから、大将って言うなって、人の前で。おもし、それがいきなりだよ、その話が。って。で、二郎さんとこ行ったら、二郎さん、どうお願いします。ジローさん顔色いいですね。まあ、やっぱり、舞台ですが、ベニー塗ってんだよ。って。で、始まったら、ジローさんが。面白い。あのね、もうね、究極のコメディアンの形なのよ。出てきただけでおかしいんだよ。息してるだけでおかしいのね。なんかね、出てきてね、こうやってんの。なんか、ポロポロ。もう泣いちゃうんだよ。でさ、あの、一応、慎吾くんと沢渡さんの母親なのよ。あだうちに出かける。うん、で、お母さんなんだけど、おばあさんなんだよね。それで、着物着てね。着物着てんだけど、全然、女の芝居じゃないの。気をつけて、どうしよう気をつけて、次に行かないよ。次郎さんなんだよ。次郎さん。で、母親なのに、その、劇中に関係ないとこで、そんなとこに出るわけないってところに、
ちょろっと出てきて、みんなに手引っ張られて向こう行ったりして。佐藤敦史君に、次郎さん、台本読んだことありますか台本読んだことありますか、ねねね、金ちゃんがアドリブで言ってたもん。どうかどうかわざと、大山様はただでございます。話しながら、大山さんって名前の方はただで止めますよって。私も大山だって、泊まりに来るわけみんな。なんだこちらって。次郎さんが来て、大山ですか相模です相模ですって大将が来て、勝手に出番を増やすんじゃないって言うの。で、引っ込むとき何か言えって言ってんの。どっか。もうどっかどっかよ。で、ラビーが人が笑わないとこで、ああつって笑う。振り向かれちゃったよ。いや、究極だわ。すごいよ。でね、本当におかしいのよ。面白い。ちょっとかわいそうとかじゃないの。でね、もうびっくりしちゃうの。今までの明治座の中で一番面白い。新宿コマも含めて、大将の舞台の中でね。ほいで最後、一番面白かった。慎吾ちゃんと、が、あることで寝込むシーンがある、うん。で、こう、橋並みちゃんが水で、手ぬぐい変えてあげたりして、そこに二郎さんがいきなり、脈絡がなく、母親でないっすって出てきて、大将が、だから、息子なんだ、かわいそうだ、変えてやんなさいよ。だから、へぇーってか、だから、ここでゆすいで、ジャブ、キュッキュッチュ、あっちっち、ジャバでしょって、もう、出た、もう、ご主人公の新骨頂が始まって、二人で、始まった、ジャバ、冷たい、あ、かわいそうに、足がパンパンで、山崎パンって、ここら辺がロッテで、ここが藤谷で、面白いよ。入っちゃう。いや、すごいよ。すごいね。もうすごいんだけど、真似はできない。できない。できないな、あれは。やっぱある程度年齢重ねないとできないと思うんだけど。すごいな。で、慎吾ちゃんもね、キリッとね、やってたしね。いいですよ。うん。やっぱりね、本当の役者さんっていうの？きちっとした役者さんが入っちゃうと、シリアスな、合わないのね。うん、でも、今回はみんなその、B 作さんにしてもボードビルだし、それから、沢渡さんもボードビルでしょ？それから、エミちゃんも、金ちゃん劇団だし、これ全部ね、お笑いがある程度ね、かじってる人がやってるから、そうそうそう。すっごいね、なんていうの、こう、スムースっていうの？全然違和感がなくずっと入ってるんだけど、あれ真面目な俳優さんとか何人か出てると、そこがね、こう、ポコって出ちゃうんだよね。コネクターが別売りだからね。そう。うん。バラエティに言うとコネクター最初からオプションに全部ついてるからね。うん、そう。俳優さん別売りですって書いてある。だからとってもね、見やすかったんです、今回の舞台。もうずっと笑ってたね。うん。で、その後ね、飯食いに行ってね、またそこで笑ってたの。うん。美味しい美味しいって。ジモン君が教えてくれた焼肉屋さん行ったりなんかして。それでそこで、さっき言った今年の冠婚期でやってほしいことがちょっと出たんで、後々考えてくださいね。はい。いやー、しかし、でも、うどに会ったら言わなくちゃいけないね、ほんと。そうなんで、俺、明日会うから言っとくよ。俺も、会えるかな、俺明日。うん、会えたら俺も。あ、ショック受けるもう聞いたかもしれないけど。関根さんが聞いたかもしれないけど。でもさ、お前、コンペの時はうどのこと大将面白かって言ってたよね。そうなんだよ。だあれは、でしょ愛情でしょ愛情シャレでしょ気に入ったってことなんでしょ大将の。俺見たいもん、もう一回あれ。面白かったもん、ね。面白かった。誕生コンペで。なんだお前、うどだうどだうどが挨拶して、大将が突っ込むんだよ。それをさ、うどがさ、パニックってさ、どんどん変な方向行くの。もう大将がどんどん突っ込むね。面白かった。5分間ぐらい俺泣いちゃったもんね。泣いてたね、みんなね。あそこ。大泣きしてたね。あそこのもう、ゴルフ場のレストランで全員泣いてたもんな。ただ話戻すと、ウドはあーって言うけど、うん、ルーは本当に落ち込むかもしれない。いや、ルーはまた、自分でまたさ、構築していくのよ。また金ちゃんそんなこと言って、俺のこと本当は好きなんだなーって言って。それじゃ生きていけないから、あいつ。組み替えていかないと。自分のクロスワードパズルにしていかないと。クロスルーパズル。で、ビリーバンマンさんはどうだったんですか？ビリーバンマンそれでね、やっぱり気づいてみたいよ、弟さんも。そんなにね、アイドルのこと拒否できるようなね、俺は歌手じゃなかったって言って。で、角が取れたんですよ。で、お兄さんの方がね、今度はね、娘に拒否されてね、さ、臭いよ、つってるお父さんうるさいとか言われて。でもあれも5年前だから、娘さんがね、世に出たら、どこ見てんの？ね、お父さんって、多分、言うようになる。その時本当の幸せが、本当の白いブランコが来る。あ、したら歌が変わったりするね。歌が変わる。柔らかい歌になる。どんな歌になるの？じゃあ前はどんな歌だったの？前はね、君は覚えて、ああ、ちょっと尖ってるね。いる
かしら。どうだって、どうだ歌いだね。あの白いブランコ。そうだったっけ。巻き舌だって。お兄さんが柔らかくブランコって、弟はブランカ。気持ちはね。で、そして今は。すべてを乗り越え、知った今は。今はもう。どんな風に歌うの？あの白いブランコ。それではお待ちしました。スタードッキー丸いモノマネ、一光さんが白いブランコに挑戦です。君は覚えているんかしら。忘れちゃった。あ、なんかブランコしてます。いやいやブランコ。一光のブランコ。モバイルゲームですけど、モバイルゲームの話します。第17回、今公開になってます。カズキ君の試練はバレンタインデーの試練が載っております。先週も紹介しました。今度の19日から公開になる関根君の小さな発見、大きな後悔。つとも13歳、吉永さゆりフェイスの中学1年生。ある日、つとむは近所の空き地であるものを発見しました。何を発見したんでしょう？ 1、捨て犬発見。2、エロ本発見。3、お財布発見から、どんな風に進んでいくのか、皆さん見てください。懐かしいキャラクターも出てまいります。この13歳の時の写真ね。うん、これ写真館なんですよ。うん、かわいい。鼻整形したんですよね、あの、向こうの人が。あ、綺麗にしてる。あの、その、焼くときに。あ、修正してた。修正してたんですよ。シュッてしてんだから。そうそう、だからこれ今ほら。今、アイドルの女の人がやってる鼻ですよ、今みんな。みんな、そっちに持ってかなくてもいいじゃないですか。みんな整形してんだよ。やめてください、びっくりしちゃうんだよ。そういうこと言わないでください。びっくりしちゃうんだよ。みんなもびっくりしたから言わないでください。うんね、元ユキさんは突っ込んでたから、お前、いじっただろ、お前いじっただろって言ってた。いや、いじってないですよ、いじってないですよって言ってさ、お前いじった、絶対いじったって言って、俺横で。何も言えなかったの。心の中でいじったって言ってたの。変わった、変わったって、前のが良かったって言ってたの、心の中では。それ誰のこと？え、誰が？その、いじった人。いいのかな、言って。いや、言わない。え？ダメ、言わない。え？言わなくていいよ。いやいや、でも本人はいじってないって言ってたから。うん。え？TBS ラジオのモバイルページから見れまーす。来週のゲストは IKKO さんですからね。IKKO さんへの質問、情報をまたびっくりさせてください。知ってたら嫌だ。この前、酒井さん、IKKO さんいじってたね。厨房で。あ、そう。ね、やっぱり面白いと思ったんだよ。ね、ちょっとでいいからさ、ちょっと男に戻ってよ。つったら。聞いてるよ。切ってやるよ。いいね、いいね。やだ、もうやだ、もうやだって。男だろ、本当男だろ。やだ、やだ。連続で言わしてて、さすが酒井さんうまいと思ったよ。やだ、料理しながら、やだ、やだ、ずっと。酒井さんうまかった。でかい一行さ。ごついよね。いい体してるよ。彼は、10年ぐらいも付き合ってる彼が、あ、彼がいるんだ。うん。あ、そう。ラブラブなの？でももう、ときめくっていうのは別に、もう、パートナーだからときめくは別に用意しなきゃいけないの。でもね。じゃあそんなこと言ったら彼が浮気してもいいわけ？あ、もう心を持ってかれなければいいの。体はいいの。心は私のもの。何言って、やだーやだー。難しいの？難しいね。うん。だから女の人じゃない、心は嫌だって。あ、そう。持ってかれたら。体はいいんだって、もう、しょうがないんだって。10年も経ってる。すごいね。よし、いろんなその辺の奥さんに聞かせてあげなさいよ。ねえ？誰が入ってくるんだからさ。新庄さんですか？男なんていうのはね。新庄さん、届け物ですよ。なんだいこれは。うん？うん？漢字込み味噌。届け物。あ、金商売。漢字声もやってたじゃない。あ、そうです。あ、金商売の方ね。来週のゲストは一光さんです。おなぎね、わー気合いだ気合いだ気合いだー、今のさん気合入ってるな、ギャーゴギャーゴギャーゴー、もう娘さん思い出もあるんだよな、ブラホック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 、レスリング用語ですか、浜口さん、あたいのブラジャーのホック外れちゃったから止めてくださる、あー、いいですけど浜口さん、これブラジャーじゃなくて逮捕した肩肉ですよ。いやー、あたいのロース見ないだー。今度は小崎おはがき上局、うわー、おいしょ、はい、何が違うんだと言われたらですね、おしゃべり上局はあの最近のことを自分たちで話すんです。で、おはがき上局は来たおはがきを元に話を膨らましていくという、そうですね、一応そういう趣旨になってます、うん、25年もやってて、なんでまだ説明しなきゃいけないんでしょうか。だって折り返し点だから、ここは折り返し地点の歌、ルルン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 、右足が内側で左足が外側だから左足が疲れるかもしれないと思うけど、でも
重心を小さく回る右足の方が疲れるんだよ。これは神髄なんだ。上り坂より下り坂の方が疲れるんだよ。ノッポさんだよ。あ、いけねえ、ノッポさんは喋んなかったんだ。いい加減だよ、ほんとに。高崎の山田洋平くんから来ましたよ。写真で撮ってます。99の岡村さんがこっそりバイトでモデルしているのを見つけたので報告します。メンズベストヘア4000。2007年春号って一番新しいやつですか？ねえ、うん、ベストヘアのモデルやってるそうです。ほんとだ、岡村くん。ダメじゃないか。どれ？違うじゃん、これ大学生じゃない。日々慎二郎くんですね。はい、絶対言われてるよね。おー、似てるわー。めっちゃ岡村くんって言われてるね。そっくりだわー。これ背高いだけなんじゃない？だから、彼、岡村くんの顔で。180以上あるんだよ。岡村くんだって180以上やれば、米でやってなかったんだよ。岡村くんっていくつぐらい？157って言ってるけど、自分では。4ぐらいらしいんだけど。絶対岡村くんって言われてるね。だから、似た髪型したくない。ちょっと、岡村くんが長くしてます。ウェーブかけてね。背高いんだよ、この人。似てる！いるんだね、似てる人ってね。似てるなぁ。肉転がしくんからいただきました。あ、テイク2の深澤さんがついに芸能界を引退、夢だったパティシエになっています。これあげましょう、岡村くん。パティシエ？ええ。札幌に出したんだね。深澤くんもいい男だな。いい男だよ。うん。あずまくんと、テイク2っていい男ですよ。そうなんだ、二人ともな。いや、大将っていい男しか取らないから。で、エネルギーだって二人いい男でしょ。いい男でしょ。それから、アサリともいい男だろ。ホリが出てきたら、殺さとしときだ。殺さとしとき似てんだよ。このね、深澤さんが、札幌でね、白いティラミスを作ってグランプリに選ばれたんです。うん。でも本当は、深澤君じゃないんです。うん。坪田、おさ、なんて言うんでしょうね。昔の前ですね。収めるに輝くさんなんですけど、45歳なんですよ。うん。似てるなぁ。深澤くんだよ。深澤くんだよ。深澤くん洋菓子の、あと5年ぐらい。してんの、5年ぐらい経った、深澤くん。帽子かぶって。いいか、時代劇役者みたいな顔してる。目がパッチリしてね。札幌美味しそうだね、それ。白いティラミス。いいね。美味しそう。白い。テラミス。つなげる。今日白いって言うな、みんな。白いってなんかつなげるから。ね。白金白芸だ。グレゴリーペックだ。誰を呼んでいる。あれ、子供の時見たら怖かった。今、こう呼ぶって言われるじゃない。そうそうそう。あと、捕まって、森打ち込んで乗っかっちゃって、自分でがんじがらみになって。怖いよ。白芸とか怖かった、海。怖い、昔の。ね。札幌の、田口香織さん、関根さんの洗礼希望。タグカオ！先日部屋の片付けをしていたところ、一冊の本が出てきました。うん、その中の写真で菅原洋一さんが銅像になってアメリカのシアトルに飾られている写真を発見したので送ります。マリナーズの本拠地なので、もしかしたら一郎さんも見ているかもしれませんね。この写真が載っていた雑誌はエスコアや別冊のタイトルという雑誌で、スターバックスの特集をやっていました。では皆さん寒さに負けずに、体ご自愛ください。これ誰なんだよ。いわゆる街によく公園にある銅像なんですね。わかんない。菅原由一さんそんなに言われてもちょっと今の挑発にしてるからね。浜松凛さんみたいだよな。伊藤先生の柴田康則くんです。ラビー見ました。2月12日の NHK 鶴瓶の家族に乾杯。この日はラビーのリクエストで、ウド君のふるさとで大好きなドラマ、おしんが撮影された山形県西川町に行くことになっていたんです。シラスの干からびたの何でしたっけ？まずびっくりしたのが、ラビーと鶴瓶さんがおしんの撮影の時、小林彩子さんが泊まった家に行くと、そう加藤よしさんにいた。90歳のおじいさんが待っており、そのおじいさんが体を起こして動く速さが、ビーチフラッグの選手と同じくらい速く。速いのよ。加藤さんがこれを見てくださいと見せた写真が、野生の猿に、加藤さんが毛づくろいをさせて、そう、もらう。そうなの。野生の猿が降りてきたのよ。うん。はぁって。うん。それで、その人は、やっぱり野生的だったんだろうね。その人のところに、トーンって乗っかって、ずーっと、一日中抱かれてて、森へ帰ってたんだって。誰にも、おばあちゃんになっちゃう。あ、強いと思ったんだ、じゃあ。毛づくろいするってことは、私はあなたの言うこと聞きましたもんでしょ、うん。
すごいね。ラビーと鶴瓶さんがあまりの光景にびっくりしている姿に爆笑しました。うんうん、またラビーが街を一人で歩いているとガソリンスタンドの所長がオール巨人阪神の巨人市長にそっくりで泣いちゃいました。うん、山形のウドちゃん以外にもまだ見ぬ境遇がいると確信しました。うん、来週は公演が楽しみです。また翌日の花丸マーケットの花丸カフェのゲストにラビーが登場し、マリちゃんがお父さんの DVD を見て気持ち悪いと言って怒っている話や、ラビーが天野くんの家が居心地いいんですよ。カレーを作ってくれたりと話をしていると、天野くんが、関根さんは他の仲間と格闘 DVD を見たり、ゆうかちゃんの DVD を見ていて、プールで水着になってるシーンを見て、おーと興奮して声を上げてるんですよと、バラすと、ヤックンとおかゆさんとおかゆさんが泣きながら笑ってしまい、そのまま CM に行って、コーナーが終わってしまい。最高だね。面白いじゃない。ねえ。うん。わかんじゃないの？あれ、これで言ったらだけマリちゃんが、ママを一人にしたって怒ってたって。あ、そうそうそう。うちで一人にしたって。そう、12月31日。大晦日に。そう。マミを一人にした。そう。何してんかと思ったら、アホの感じでゲームやってた。ゲームっていうか、格闘技見てた。評論してたの、みんなで。ああじゃない、こうじゃないって。でも、ね、そしたら。ゆうかちゃんってさ、白い水着だった？そうだよ。どういう白い水着？白い宝満を、たわわを隠した。白いって言うなってただろ。でも本当に白着てたんだよ。白ってさ、この後いないね。白って透けないの？あ、パッドがあるんだよね。今ね、そうなんだよね。綺麗なね、ものが。あと、昔さ、ベージュの水着を着てる人がいたのよ。ああ。潜ると見えないのよ。そうなんだよな。肌が見えんだよ。すんだよな。びっくりしちゃったよ、あれ。あの時やっぱり、あの時話出してもさ、なんかさ、プールサイトでさ、ダシメのプレゼントとかあっていいよな。ダシメって何色だっけ？白いダシメを覚えていますか？いやな、いやな、なんだって。何の次の小林秀樹くんです。早速ですが、適当に関して右に出る者がいない高田純次さんについて、こんな記事を見つけました。うん、これラビステーションも。ん？現代の日本芸能界にて一年を争う適当っぷりで知られる高田純次さん。うん、今年還暦、うん。そのスマートな外見とは裏腹に、直接爆発するそのお笑いセンスをたっぷりと堪能できる DVD がついに登場。うん、高田純次、適当伝説、序章、勝手にやっちゃいました。税込み3990円は3月21日発売。これね、実は僕ね、うん、副音声で、関根くん来てくんないかって言って、この間行って、うん、高田さんと、その、あ、できたやつを見ながら、うん、高田さんと喋ってたんですよ。うん、で、高田さんも俺も初めて見るんだけど、俺これやったかこれとか言って。ひどいの、それで、終わった後、いや、関根ちゃん本当どうもありがとうねって言って、DVD を、スタッフに。関根ちゃんにはさ、この DVD さ、7掛けで売ってあげて。いろいろやってもらったからさ、そのぐらいのサービスしなきゃダメだろ。7掛け。全編オールロケ、ゲリラレポートに元気が出るテレビでお蔵入りとなった幻の企画、適当で無駄に元気な高田純次のお姿を、これでもまた収録。どんなメイクで会われるのか、妄想も膨らむ頂上シーンから全く身のない発言に至るまで、1秒たりとも見逃せません。ラビーが、副音声やってるそうですから。ひどい DVD ですよ。あ、いい意味だよ。笑う？笑うよ。俺、高田さんがさ、かなり期待してます。俺したらさ、これ行ったんですか、これもロケ行ったんですかって言ったらさ、そうなんだよ。俺最初さ、やりませんかって言うからさ、昔の DV、ね、昔の俺の出番のやつをさ、適当に編集してさ、パパパパッチャチャってやってくれるのかと思ったの。どっか出したんだよ。そしたらさ、俺ロケでさ、ずっと行かされちゃってさ、って言って、夜中厳しいですねって言ったら、厳しいねーだって。いいなぁ。適当純次さんいいね。秋葉原行ってのインタビューは圧巻ですよ。すごいですか？ひどいですよ。いきなりオタクですかとか言うんだよ。ひどすぎる、それは。まあ、見てください。絶対予約しましょう、皆さん。ひどいよ。ね。高田純次さん。もう助走はするしさ。ひどい。まあ。60でね。ラビー、副音声で笑っちゃったりしながら。笑ったよ、俺。60であれできる人はいないね。あ、すごいね。まずできない。うん。すごいわ。ぜひ皆さん。何も考えてないから、つった自分で。高田純次、適当伝説。序章、勝手にやっちゃいました、そうです。それはもう、やっぱり序章ですから。好評の時にきっと続けてるんですよね。お父さん2もできるんですかね。お父さん2、まあ、いっぱい売れたんですけどね。今のところ、やっぱり、目標枚数に達するまでにいろいろ努力してみたいですよ。あ、そうですか。絶対でも熱を作ってほしいです。そうですか。はい。僕は見たいです。そうです。じゃあ、夫っていうのを出しますよ、今度。
寂しいぞ、泣くぞ、これは。これは泣く、全国のお父さん。あ、旦那泣くね。旦那泣くよ。ただいま。しんどい。あと、絶対やってほしいな。朝起きたら家族がいないです。そう。あと、俺誰もいない。あと、冷蔵庫開けるとさ、アイスクリームとかさ、お菓子にさ、食うなって書いてある。親父食うなとか、うんこ食うなとか書いてあるんだけど。うんこって。俺もうんこって言われてるから。ば俺、うん。指番号綺麗なの。8両ぐらい。開いちゃうな、みんな。TBS ラジオ、小崎電話で待ってます。小崎です。わーおトミー・リーです。ジョーンズです。二人合わせて、一チワワです。肉球ちょうだい、肉球を。眉毛犬、眉毛犬。一チワワ、ハリウッドに現る。川越の峰岸貴博君です。峰よ広隆君でした。すいませんでした。峰広こんなライダーキックはいけませんのベスト3です。3位、手紙を書いたらライダーキック。書いてキックされちゃうのよ。2位、闇に隠れてライダーキック。これ避けられないね。危ないよ。顎に食らっちゃうんだよ。やっぱり目から情報をなんか 85% ぐらい人間って入れてるらしいから。遮断されちゃうと思う。よくない。1位。大きな栗の木の下で、あなたと私、楽しく。ライダーキー。アメリカの映画であったよね、全員が武道をやってるうち、殴り合ってる。なんだっけ、あれ。あ、ポリスアカデミー。アカデミーか、ボクシング。バッカーなの。ただいま、バカーの息子と、親父が殴り合って。あれバカだったな。強いって褒め合うの。バカな映画だった。あれ面白かったな。のしのしの渡辺淳一君。なるじゃん嫌な豆腐。おぉ。ベスト3。うん。3位。青い。カビじゃん。ちょっとね。真っ青だったら、うっすら青だったら嫌だよ、真っ青嫌だぜ。2位。2年が過ぎた。でもほら、不要、なんだっけ。ね、あるじゃん、酸っぱいよ。もうヨーグルトみたいになっちゃうじゃん。そう、瓶に入ってるさ、あれ結構うまいじゃん、しょっぱくて。ね、もうどうなんだろうね。それはちゃんと発酵してるやつ。腐敗じゃなくて。嫌な豆腐1位。何かを求めて、たまよ。怖いよ。夜道歩いたらなんか豆腐が。うわぁ。ピンチって書いんだぜ。ピンチって。角の方から音がして、なんだろうと思ったら、木綿豆腐が。ピチッ。2メートルなんだピチッ。で、角のあたりがピチッって、ボロって取れて。ああ気持ち悪い。ピチッ。で、かすかに。やだね。札幌市の村上敦君。村イメージがヒゲを引っ張られた時のリアクション、ベスト3。うん、あ、ナベジュン君、話が膨らんだんであげます。はい。イメージがヒゲを引っ張られた時のリアクションは、村上敦史君は3位。谷村新司さんの場合。キング。俺、よく引っ張れたなってことかな。うん、2位。チャック・ノリスの場合。なんで?1位。松たか子さんの場合。あ、無理無理すんごいお父さんの歌じゃない。そう、染五郎さん時代の。聞いておくれ僕の願い。市川染五郎賞ってあったんだよね。そうだよ、かっこよかった。ここで俺毎日兄貴と見ててさ、かっこいい染五郎かっこいいって言ってたんだよ。バラのなんとかとか読んで歌ってたんだよ。世田谷区のペンネームカルボナーラ君です。カルナラビーがニューシングルを含むアルバムザ・ベスト・オブ・ラビーをリリース。主な収録曲ベスト31曲目。一つ優しく愛して、二つ私はわからない。三つ歌詞を覚えてない。四つだからわからない。これ高校生だから、やっぱモテないわな。二曲目。星の雨。あとエミリーちゃんを作ったんですから。ラビーがニューシングルを含むアルバムザ・ベスト・オブ・ラビーをリリース。主な収録曲の1、3曲目です。やだー、いじめられたの。あと3ヶ月頑張ってみようかと思ったの。そしたら道が開けてきたの。だからもうみんなも諦めないで。曲じゃないじゃん。これあれだ、なんだっけ、
フランスのシャンソン。なんで？ほら、喋りだから。私は娼婦、いじめられたの。じゃあ、この4曲目は白いブランコ入れなきゃね。そうですね。兄貴が俺を生意気だと言った。当時俺は気づかなかった。バカな弟、アイドルとは歌番組出たくなかったと。逃げた弟、俺は今娘に臭いと。まとめ、ちゃんとまとめたね、今までのね。まあね。うん、まあねって。まあねだよ。まあねって言われちゃったよ。これあれかな？今年の流行語大賞かな？まあね。まあ。のしるじの渡辺淳一くん。なべじゅう！ミュージックグループズバット兄弟のメンバー紹介です。ボーカルはズバッコミラン。エレキギターはズバッコホースマン。エレキビター、エレキベス。ズバッコ。シーパーカッションはズバッコ。水野晴郎です。ズバババパーン。ちょっと。生々しいパーカッションってニャオってまずいでしょ。やっぱ結構さ、外人に憧れてるってことだよね、日本ってね。デュランでしょ、ボブ・デュランでしょ、うん、ダスティン・ホフマンでしょ、ジェームス・ディーンでしょ、やっぱすごいよね。アメリカ人はレンタローとか言ってないでしょ。ソメゴロとかさ、カンクロとか。ナベちゃん君にあげましょう。確かに。ユミバンク1-7-8-6、ティビエスタジオ、小崎電話で待ってます。小崎で、わあ、狼が来たぞ。ここはビルの中なんだから来るわけないじゃん。マントヒーが来たぞ。だからビルの中だし来るわけないじゃん。森光子さんが来たぞ。クソもたまには来てくれ。意味ねえ会話。ヨカブシの岡田秀樹君。歌番組の司会者と松たか子さんの会話です。うん。司会者、松さん、千の風になってはいい歌ですね。ああ。松たか子さんが答えました。それより私の千のひげを剃ってよ。もう千のひげ。もう剃ったでしょ。何万でしょ。これ。そうだよね。何万本なんだ。多分そうでしょ。それをジャリって剃っちゃうすごいね。すごい。ジャリン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 。オリビア・ニュートン・ジョン。ジャリン。浜田市のペンネームエルスール君です。さあ、ウェイトレスと客の会話。ウェイトレス、いらっしゃいませ、ご注文は。客、ビーチバレーの浅尾美和ちゃんの全力のアタック。ウェイトレス、水着の中砂でザラザラだろうね。うん、あの砂痛いよね。浅尾美和ちゃんね、笑顔がいいよね。172cm、 体も鍛え、しかも鍛えた体だからね、見てて気持ちがいいです。やっぱり白い水着でビーチバレーやってほしいよね。白い水着のアタック、心も白い、白いるかな、頭グニュングニュングニュ。およそ2分4秒で幕を迎えるリアルタイムステージ、小崎ヤングツーフォー劇場。今夜は独特の世界をキープしています。祝はじめ。にょんにょん、あ、にょんにょん。突然ですけど、加減を知らない人のいないいないバーを表現できます。いないいないベベッというわけで、よろしくお願いいたします。本日はリスナーさんの許容範囲をテスト。あなたは許せるか、それとも許せないか、テストザヒューマン。まず第1問、じゃんじゃん。こちらのキムタクの声をお聞きください。父さんのやり方は間違っている。こちらのキムタク、許せる、許せない、テストザヒューマン。許せるを選んだあなた。こんばんは、タクヤキムラです。許せないを選んだあなた。小野真由美の水着が小さい？補強？それでは第2問、じゃんじゃん。僕が見かけた美容師さん、こちらをお聞きください。お客さん、シャンプーしちゃいますね。うくせ、うくせ。お客さん、臭いっすよ。こちらの美容師さん、許せる、許せない、テストザヒューマン。許せるを選んだあなた。
M 心をくすぐられましたか？許せないを選んだあなた。佐藤 B 作は今日も酔って絡む。しかも相変わらずなまっている。ほきゃー？それでは最後の問題です。タコの入っていないタコ焼き、許せる、許せない、許せるを選んだあなた、質問があります。このタコの入っていないタコ焼きの名前を教えてもらいたいだわ。僕は一人じゃトイレにも行けない人間だわ。僕の存在自体じゃ許せないだわ。おめでとう。今週は意味ね、学校です。学校いっぱいあるもんね。学校ね、あるよね。ずっとあらゆることを教える、うん、自己開発学校もあるもんね。そうそう、自己開発セミナーみたいな。黒沢博士君、新宿から行きましょう。柳沢慎吾エンターティナー学校。いいの。柳沢慎吾君が校長です。教師を担当するエンターテイナーを教える学校です。柳沢慎吾君が校長、教師を担当するエンターテイナーを教える学校です、うん、柳沢慎吾君が警察24時や高校野球中継を実践し大盛況。しかし授業を一回一回終わるたび抱えられながら教室を出ていくので1週間で閉校です。本当な、ゲスト来た時全力でやって、多分本当にそうですよね。抱えられて出てったもんね。1日1時間しかできないよね。うん、ね、それも1時間半授業で90分授業。我孫子市のセプテンバー兄さん、高田純次マナー専門学校、うん、あの適当王子の高田純次さんがマナーを教える学校です。特に人気のある講義は指輪の飲み方の講義です。あれはすごかったな。伝説に残るね。あれ誰だっけ、青柳子さんだっけ、清川虹子さんだ。指輪これすごいのよっつって、そう、私宝石の鑑定士やってたんでね、どのくらいか見てみましょうかっつって、ちょっと取ってくださいってポーっつってパコって飲んだの。そしたら清川さんが「あ、何すんだあんた」っつって口開けようとしてもさ開けないんで、高田さんがほっぺた引っ張られてさ「こらこら」っつってんのに。一番高い宝石よ。怖い。バクッつって。こらっつって顔をねじってさ、でも開けない、全然開けないの。根性あるし。根性あるよ高田さん。相模原市の村上橋君です。グルメアクション学校、うん、グルメリアクション学校です。彦丸の味の IT 革命やーや後藤海さんのなんだかなを超えるグルメリアクションを生み出すべく設立されました。松本幸四郎さんはこの学校であまりの料理のうまさに箸を落とすという名倉健一さんのテクニックを盗むことに成功しました。でもグルメリポーターって今やさ、もうスターだもんね。そうだよ、一つのさ確立したよね、あの職業を。彦丸くんとね、うん、あとやっぱりあの真由の、あ、石田くんはすごい、あとなんだかな、うん、あとあの元ロッキーの人、あ、ヒゲ、はい、そう木本さんね、あの人もいいよね。フリートークスクール、うん、原田大二郎、志賀喜太郎、松野明美の3人による若手芸人の育成学校です。松野さんも脳からなんか出てるような物質。千歳市の高橋和弘くん、千歳市の高橋弘和くんです、うん、精神統一スクール、うん、4畳半の部屋で松野明美、ルー大柴、柳沢慎吾の3人と一晩過ごし平常心を保つよう努力しているうちにどんな困難にも打ち勝つ精神力が身についています。ほう、うん、あ、そう、できる男は乳首で決まるって本がね、あ、出たんで、はい、これあれどうですか、学校これで、ちょっと出てこない。キッコに怒られてる人、谷隼人さん、谷隼人さん、隼人の黒乳首学校ってどうですか。それを言うためにそう、今それを言うために振ってきたの。そう、隼人の乳首学校って言えばいいじゃない。そう、なんでさ、ハヤトが出てこなかったんですか。谷ハヤトがキッコに怒られてる黒乳首しか出てこない。それなんで、それで俺もわかるんだろう。谷ハヤトって、うん、谷ハヤトさん怒られ黒乳首、もういいです。もう一回閉じた方が開かないでください。柴田康則君、テキネスと天野君の家でゴロゴロ学校。この学校天野君の家にあります、うん、校長のラビーとゴロゴロしながら一緒に格闘技を見たり、天野君の作ってくれるカレーを食べたりしながら勉強をします。面白いよ。卒業試験ではラビーの愚痴を聞いたり、優香ちゃんの DVD を見てプールで水着になるシーンを見ておーと興奮した声を上げれば卒業できます。すぐ卒業できるよね。砦のアルメニアの空君、関根理科学大学、うん、
関根教授の指導のもと生徒たちが家から持ってきた薬品を全部混ぜ校庭の草にかけて草が下状音と縛れるのを観察すっごいあっという間だよ。ふひゃーっつって猛毒なんだね。猛毒だよあれ。びっくりしたほら、あまりのすごさ。スピー見る見るあかけて、かけたの？根元じゃなくてかけたの？頭からかけたの？だから、じゃあ、それっきり？うん。もうどうなかった？全然もう腐っちゃったみたいな感じで。溶けちゃったみたいな、ちょっともう半分。うん。激薬だよ。混ぜたんですか？それがね、30するぐらい。真っ黒になっちゃうの、入れると。相模原市の真っ黒なんですけど。バカじゃん。博士気分で、えへへへへーって。マッドマックス2自動車教習学校。うわ、これ。トゲトゲの生えまくった衣装を着た先生が、ボロボロでドアや窓がなくなった車で、S 字クランクや坂道発進など、懇切丁寧なヘゲ声で教えてくれる自動車学校です。石油が慢性的に不足していて、先生がガソリンタンクに略奪に行ってしまうことがたびたびあるので、その時はサンバダンサーみたいな格好のジナターナー先生による学科教習を受けてあれ、3ね、あれ。そう。桜市の原内君、うん、石原軍団俳優養成学校。この学校を首席で卒業しますと石原プロに所属することが決まっています。いいね。そこで即戦力として活躍できるよう、1時間目炊き出しの作り方、2時間目大福の配り方、3時間目松竹梅の飲み方、4時間目ラコステの着こなし方、5時間目ゆうたろうのいじり方を5年間教わります。ゆうたろう違うの。ドロロ英語学校、うん、実は付き合ってるのにしれっと映画で共演するずぶとい神経を鍛える学校です。しれっとっていいなげよ。世間は世間は厳しいってことですね。厳しいんだよ。うん。ねえ。北区のパパ芸能くん、勝アカデミー、うん、勝慎太郎さんの主催ではありません。ルー大柴さんが校長を務める演技学校。正しい発音は勝アカデミーです。授業内容はというと、本番中は常にモニターで自分を確認しろだの、本番終了後は放送作家にどうだ今の演技良かっただろうと確認を取れなど、あまり役に立ちそうもないことばかりです。その他、郷州先生による滑舌を良くする方法、小坂講師による可愛いと呼ばれる着こなし術などがあります。さて、こちらもパパゲンの君ですね。意味ない学校、日大一高。男に生まれて悲しい思いをした人たちが集う学校です。いいね。まあね。一校ね。世田谷区の元祖マイキー君。テンガロンハット専門学校。すべてがテンガロンハットでできている学校です。萩原流れ。正門付近には萩原流れさんと深川俊和さんがテンガロンハット握手をしている銅像があり。これ以外にも一年に一度友情の証としてクラスメート同士がテンガロンハットの交換をする会があります。ただしその会の当日にニット帽や野球帽をかぶってきた人にはスタン・ハンセン会長からウエスタン・ラリアートの罰があります。行って飯島直樹くん越谷市の変な学校、うん、親子学校、うん、時代劇専門俳優養成学校です。生徒は松方弘樹、田村正和、北大路欣也といった大物俳優の息子さんばかり。なぜか大林素子も座っているのでよく見てみるとそれは女装した藤田誠です。誰大林何素子女装した藤田ま、ギリギリ読めたよ。ギリギリ読めたよ、笑う前に。大林さんの方がでかいんじゃねえかな、うん、あ、今、技を今分かった。読んで笑いそうになったら早く読む。ああ、今頃気づいた。今頃気づいた。やだ、今頃。やだ。あげましょう。うん、日野市の奥田塾。おあと引くなこれな。藤田まことさんだと思ったら。藤代柳田歌謡学校。うん、これ栄光の巨人軍ジャイアンツで活躍した後、都市にとってアッピアンドブルーに入り、日本歌謡を歌っていた柳田選手と藤井選手が講師を務める歌謡教室です。だから授業ではジャイアンツにいた時の自慢話と歌手としては売れなかった愚痴を1日3億時間聞かされます。いいピッチャーだったよな、藤代な。ラジオネーム、アベルニュー君、上層市。茨城県上層市。本田博太郎、アクターズスクール。うん気持ち悪い演技で定評のある本田博太郎さんが役者を目指す若者のために作った俳優養成学校です、うん、まず1時間目は発声練習。鳥は
だけをひたすら繰り返すことで心地よく朝が始まります。2時間目は正しい歯の剥き出し方で顔の表現の仕方を学びます。気持ち悪い脇役を目指す人のためにはもってこいのスクール。3年生の最後には私と北京原人という題で原稿用紙500枚程度の長編小説ばりの卒論を書き目立たく卒業となります。渡辺純一くんの後ろし伊吹五郎のフラメンコギター学校。全身に沢尻エリカ色のマニキュアを塗り、何色なの？テッカテカ状態の伊吹ちゃんがフラメンコギターの色っぽい弾き方を教えてくれます。生徒が女性だと淡々と授業を進めますが、男の子になると突然伊吹マリアンはマイキング太眉毛先生に先進し、右手小指のマニキュアが剥がれ血が出るまで魅惑のメロディーを奏でてしまいます。あげましょう。バカですけどあげます。ひどいそれは。伊東市の杉田博明君、うん、キティちゃん仲良し学校、うん、これは小さな子供が対象です、うん、キティちゃんがいろいろなことを教えるというものです、うん、そして子供たちがせーのでキティちゃんを呼んだが間違えてベティちゃんの姿をした高橋秀樹さんが登場してドン引きしている子供たちを無視しライカバージンと歌い出し、歌は上手いんだよね。会場は大混乱、うん、結局高橋さんはアドリブで俺の生意気なトーテンポールという歌を歌いながら帰っていきました。いやだ、日テレで男ぶってたからね。バカ言って男のふりしてたんだ。だってわざとらしいんだもん。男子だ俺小坂ちゃん俺市川だぜってなんか何そんな本当は和樹君って市川よって言えばいいのに。言えばいいのに。言えばいいのに。拾っちゃう。何でも拾ってダメじゃないの。だって。寄せばいいのだったな。分かってるよ、そんなこと。何でも拾ってダメなの。出店を言わない。もうやめなさい。イライラしちゃうから。うるさい、うるさい。元祖マイキー君。うん、変な学校、宇津井健大サーカス専門学校。宇津井健先生が誰にもできないような芸を生徒たちに見せ伝授します。どんな声？空中ブランモコラできるわけないじゃない。ゾウの大行進パー学校大パニバカじゃん。あげましょう。ゾウの大行進何があって。来週は意味ね、有名人からのメッセージ、うん、ね、これください、考えてくれたのは千原ひろのり君、渋川氏、うん、稲川淳二さんからのメッセージ、うん、今度世界の世相からのナレーションするんですよ。やだわ。怖いだろうな。はい、トランシルバリア駅出ましたね。綺麗なんだ、ここら辺景色が綺麗なんだな。もうカメラでちょっとアップして。あの顔だよ、顔だよ、顔辺だよ、岩だよ。顔ですよね、これね。いや顔だよ、これ顔だよ、絶対顔だよ、これそれ面白くない。似てんな。5分で終わっちゃうの。5分で終わっちゃって、明日はライン下りです。なんか出そうですね。つって終わる。いや怖いな。世界の霊スポットから全部稲川さんが。ああいいね。ね、宇多田ヒカル君、再来週のテーマ。おう、ラビの DVD が発売中ということで、意味ね、DVD はいかがでしょうか。ああいいですね。あ、もう考えてくれた。本当に出ちゃうよ。高田純次 DVD。渡る世間は無責任。うん、高田純次が様々なトラブルを解決するという内容ですが、うん、肝心な場面になるとまあ適当にやってよと言って逃げてしまいます。楠田理子 DVD 私の生活、どう見ても敵と戦うガンダムの映像としか思えません、うん、来週はイミネ有名人からのメッセージ、再来週はイミネ DVD お待ちしております。今週の MVA ですけどもですね、こちらにしましょう。技ありです。越谷市の飯島直樹くんの親子学校、時代劇専門俳優養成学校です。生徒は松方弘樹、田村正和、北尾路欣也といった大物俳優の息子ばかり。なぜか大林素子も座ってるのでよく見てみると、それは所属した藤田誠でした。こちらに福袋です。さあ、そしていよいよ来週は一光さん、本物の一光さんがスタジオに来てくれます、楽しみですね。楽しみですね、質問、それから情報、一光さんがやだんやだんっていうね、なんで知ってるのっていうね、本当は男でしょ、男の声出してください、出してくださいよ。なんだ、うわ男だ、やっぱ男だ、なんだやだもうできない。一光さん、ブラジャー白なんですね。な、白い白いブラジャンコ、ブランコとかけてみた。弟さん、あの生意気だったんですか昔。一光さん、あれ
古谷。せーの。パッホー！古谷一行です。弟は喋るように歌ってます。